船橋方天駅は、千葉県船橋市藤原一丁目にある、東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は、JM11。2006年頃の駅舎、中山競馬場前の表記がある。第一に位置するため、掘割の上に、ホームがある、地上駅で、京上駅舎を有している。なお、ホームの一部はトンネルとなっており、地下にある。島式ホーム一面二線を持つ。 西船橋駅が管理する直営駅。2018年3月24日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働している。駅カラーは薄めの黄緑色。2020年度の1日平均乗車人員は13,576人で、ある。 武蔵野線内26駅中吉川駅に次いで17位。中山競馬場の最寄り駅であり、競馬開催日は非常に混雑する。なお、当駅が開業するまで、中山競馬場は京成本線東中山駅が最寄り駅であり、当時は中山競馬場前駅と名乗っていた。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。 中山競馬場あたり駅は中山競馬場の最寄り駅で開催日もしくは場外発売日には専用改札口から専用の地下通路を通って直接行けるようになっている。なお、駅名標も開業時から数年間中山競馬場前の副名称が表記されていた。駅周辺は宅地開発が盛んで商業施設も徐々に増えている。 京成バス市川営業所が運行する路線バスが発着する。千葉レインボーバス、白井車湖が運行する路線バスが発着する。駅から少し離れた場所に設置されている。京成バスシステムが運行する路線バス、市川市が運営し、京成バスが運行住宅しているコミュニティバスが発着する。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。